魂の襲撃手ストロングス永井光也が入場してまいります。ランカサーレスリングの申し子ジョニー・スミスが入ってまいります。スミス赤い特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー240パウンド永井光也、赤コーナー250パウンドジョニースミス、レフリー和田恭平。長い長いスミス、澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。行くのか、倒してまいります。リング下に降ります。相手を挑発してまいります。いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。クラシカルなエルボースマッシュ、エルボーをかち上げます。組み合います。返してまいります。リング内に戻ります。ロックアップ、ロープに振った、掴んだ、強烈に打ち込みます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。組みに行きます。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね、そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ受け身を取っているというわけですね。そうですね、抱えます、させません、振りほどきます、掴みます。あっとエルボー、リング内に戻ります。リング内に戻ります。ロックアップ、ボディースラム、掴みます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ、エルボーを入れていきます。腰を落とします。パイルドライバーが突き刺さります。エビに固めます。カウント2で返します。行くのか、ネックブリーカードロップ、起こします。パンチで返します。エルボー打ち込んでまいります。フロントからのキック、ドロップキックであります。抱えます、耐えます、リバースで返します。あります、エルボーを入れていきます。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。
後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。エルボー強烈、腕をフックした。あっと、ショルダー不在か。カウント 2.5、 まだまだです。ギロチンを落としていった。いけるか、ロープに飛ばした。逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ガチッと組み合った。ロープに振ってカウンターのパワースプラッシュ。カウンター2、返しました。腰を落とす。これ危ないですよ。脳天粉砕か。トップロープを狙う。リングに戻ります。トップロープを奪う。リングに戻ります。引き起こす。組み合った。対角線に飛ばした。